隔離4日目です。さっき唾液ですけど、検体を出して今結果を待っているところですね。これで陰性なら、まあ、ここから出ていいということで、専用バスで、成田空港か羽田空港に行くことができるという状態です。まあ、今回タイ行ってこう帰ってくれ、もう何回検査を受けましたかね。まあこういうのが今の旅だと思いますけど、まあ成田空港についてもうそこから、そこで一回検査を受けて、陰性だというのが分かって、バスに専用のバスに乗ってね、ビニールが全部敷かれた専用のバスに乗ってここへ来て、まあそのまま即隔離ということなんで、僕の意識の中ではまだ日本に帰国した気分になってませんね。なんとなくタイで隔離されていた時のまだずっと続いてるような、感じが自分の中ではあって、まあ今日外に出るとやっと、まあ、日本に帰ってきたのかなというね、感じになるのかもしれない。まあ、これがまあ、コロナの時代の旅のスタイルなのかもしれないし、まあ、今後またどうなっていくかわからないけども、まあ長い旅といえば長い旅でした。3週間以上ただほとんどホテルに隔離されてたという、何のために海外行ったのかというのを分かんないようなね、旅で、まあ今の時代旅に出ると今の状態はこうだということは、まあになっちゃうんだけど、さてまあこれからね、またもう少しこう緩和されてね行くようになるかというと、まあ今の状態だとなかなか、ほとんどの人はなかなか腰が上がらないなだろうなとは思いますけどもね。まあその中でも旅は旅だったし、まあこういう体験も多分僕はまだあるのかな生まれて初めてで最後にと思うけど、こういう中で、旅をせざるを得ないということになると、また隔離が待ってるかもしれない。だんだんね、ホテルの過ごし方もうまくなってきて、まあ、隔離のプロというかねそんな感じも自分の中ではするけど、次行く時はこれを持っていこうみたいなのがね、どうしても自分の中で分かってきちゃうからね、あれなんだけども、まあ、これでとりあえず、本当の帰国ということになると思います。